定刻となりましたので、令和3年4月の定例記者会見を始めます。私は本日の進行をさせていただきます広報課長の岸本です。4月日付の人事異動で、着任したばかりですので不慣れな点も多いと思いますが、よろしくお願いいたします。ではレジュメに従って本日の項目と配布資料の確認をさせていただきます。1番目は新型コロナウイルス感染症関連でございます。こちらは現在危機的な感染状況であることやワクチン接種に向けた準備状況などについても触れる予定でございますので、最後の項目にさせていただきたいと思います。順番が前後いたしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。項目の2番目は動物愛護基金の設置について、実質的殺処分ゼロの取り組み。3番目は簡単便利にスマートに DX 進行中、富士宮市 DX 推進、指針策定について。4番目はギガスクールスタートパッケージの策定及び公表についてということで、それぞれ A4 1枚のリリースペーパーを配布しております。また DX については推進指針を一部、ギガスクールについてはダイジェスト版を一部お配りしております。お手元に資料はございますでしょうか。ありがとうございます。それでは項目2番目の動物愛護基金の設置について、実質殺処分ゼロの取り組みから始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは1点目ですけれども、動物愛護基金の設置ということで、今般よりですね、市の動物のですね、殺処分ゼロ、こうしたことを取り組みをしていくために、財政的な裏付けをですね、しっかりしていきたい。一方で財政の面でですね、なかなか思うに任せない部分も正直ございますので、市民そして市外の皆様にもですね、お力添えをいただいて、そしてこの動物愛護基金という受け皿にですね、このふるさと納税という制度も活用しながらですね、ご協力をいただきたいというようなことでございます。寄付金を活用していく主な事業としては、野良猫に対する不妊去勢手術活動等の対策事業、そして動物管理センターで保管する犬や猫の動物の譲渡推進事業、こうしたことを予定をしております。現在でもこうしたことをすで、に一般会計の予算から捻出をしてやっております。そしてこの今の現状でですね、なんとかやりくりしてきたところでもありますが、一方で、その単価がですね、その去勢手術に対する単価の分十分出し切れないとかですね、あとはその予算そのものもですね、今後マイクロチップ埋めたりするというようなことが決められる中でですね、それに対して必要な手当の予算もどんどん増えていくところでもあります。一方でこの動物の殺処分ゼロ愛護ということに関してはですね、多くの市民の方からもご賛同いただけるということであろうと思う部分もありますので、そうした中でこの基金を作って、受け皿として、構えることでですね、より市としての体制強化にもつなげていきたいというふうに、そういうふうに考えているところでございます。詳細プレスに記載しているとおりでありますが、まず冒頭私から以上でございます。この件につきましてご質問はございますでしょうか。マイクロチップ投入というのは、これは何かで決まっているんですか。国がちゃんと、生活環境から青木でございます。よろしくお願いいたします。マイクロチップにつきましては、来年度ドアル法の改正が施行されるのが、マイクロチップについては来年度の6月施行が一応予定になっておりまして、で法律の中では、動物を販売業者、犬猫等を販売するペットショップ等が販売する際に、マイクロチップを挿入した上で販売しなさいという形で義務化される予定でございます。でその中で動物管理センターの方も一定の公的機関として譲渡するということは法的な義務付けまではないんですが、やはりペットショップ等が義務化されるというところもありますので、動物管理センターにおいても、努力規定の中ではありますけれども、挿入した上で譲渡につなげていけたらというふうに考えているところでございます。以上。猫ちゃんこの辺にあるんですか。そうですね、首の皮がちょっとみんな犬猫柔らかいと思うんで、その辺をちょっとつまみ上げて、
注射器の方でちょっとちっちゃい2センチ程度で、マイクロチップがあるんですが、それを埋め込んで、いくと。でそこには個体識別番号が振られてますので、登録された国の登録検査機関の方に、その情報を提供すると、飼い主の方が、分かるという形で、個体ごとでの番号になるということでございます。結構どこの自治体でもそうやってマイクロチップ入れて譲渡するっていうような方向になってるんですか。今ちょっとじゃあ私今担当から言ったように法律が改正されて令和4年6月からペットショップに対してはこれ義務化されるんだよね。そうです、はい、でそれでまあそういうそれに合わせて、まあ、今後、まあ、町に出ていくペットショップから出てくるのは義務化されるけれども譲渡の分は努力義務だけれども、まあ、市として、まあ、大体年間令和元年度では子犬が15頭猫が105匹令和元年度では譲渡でいたということですけれどもそれに対しても市として、マイクロチップをつけて譲渡する際にお渡ししようそういうことですよね。そうです、はい、それで近隣市近隣市とかもなんかやっぱり全体でそういうふうに流れになってるかなんか独自で市だけ何かを突破するのかっていう直近に調べたところ以前にその獣医師会とかの協力を得ましてマイクロチップ挿入を助成してた自治体もあるんですが、まあ、それよりもなくなったりとかまちまちでして法制法後に来年6月以降合わさって兵庫県から近隣自治体が、全部マイクロチップを導入していくかどうかっていうのはまだちょっと決まってないところがございますので今後まあ他社の状況等を踏まえた上で本市についてもやっていきたいということで考えてます、はい、今後の調査でありがとうございました。他にご質問ございませんでしょうか。はい。基金はなんか目標額みたいなのはあるんでしょうか。基金の目標額。目標額は特にないのですが、まあ、近隣自治体の状況を調べてますと、まあ、100万円ぐらい年間集まったところもあれば、まあ、1500万程度集まったところもありますので、まあ、どれぐらい平均集まるかというのは全く4月から始まったところなのでちょっと想定しにくいところではあります。でただ、まあ、もし全く集まらなかったとしても先ほど市長が説明があったように当初予算で、まあ、一定額というのをきちんと確保しておりますのでその中で、一定額以上使い切れるといいますか使う目処が立つような寄付金が集まり次第基金の方から取り崩して、まあ、野良猫のミニ手術等ですね重点的な施策のところから当てていけたらと思っておりますので現時点では特に目標額というのはなかなか定めにくいかなというふうに考えています。この殺処分ゼロというのはいつまでになってるというのは具体的なところですか。殺処分数といいますのは国の方で殺処分の定義というのが疾病等で譲渡に向かないとか攻撃性があって譲渡に向かないこれがまあ一つ目の理由での殺処分でもう一つは、離乳前の子猫であるとかセンターの収容スペースが限られてて、本来譲渡にできるけれどもやむなく殺処分するというのが二つ目でもう一つは搬送中に死亡したりとか、動物管理センターで預かっている最中に死亡したりするというのが、まあ、3通りこの3つの分類で、まあ、殺処分というのは定義付けされているんですけれどもまあ、国の方が殺処分数ゼロに近づけていきましょうと言っている目標がですね最真ん中の2つ目の本来譲渡できるけれども、まあ、疾病等の理由で、本来譲渡できるけれども、まあ、離乳前とかセンターの収容数との関係で、やむなく殺処分してしまうとこの数をゼロに近づけようというところでありますので、まあ、本市においてもこの実質的殺処分数ゼロということで目標に掲げさせてもらっています。これが殺処分数ゼロという書き方をしてしまうとさっきの3通りの分類になる中で必ずその自然死してしまう個体もいますし譲渡に適さない個体というのはやはりやむなく殺処分ということもございますのでそういった数を除いた、殺処分数ゼロ実質的殺処分数ゼロということの概念で、申し上げさせていただきますと西宮市については実質的殺処分数は昨年のゼロという形になります。
こうエクサートメントとその前のここ2年はもうあの実質殺処分ゼロという形で、あの理由なく殺処分は行っていないという状況でございます。いつからか分からない、ちょっと、今ちょっとそこまで手元にはございません。まだその辺に手につきまして調べさせていただいてご連絡させていただきますので。他にご質問はございませんでしょうか。では、なければ、次の項目に参ります。続きまして項目3番目の、簡単便利にスマートに、DX 進行中西宮市 DX 推進、指針策定についてでございます。よろしくお願いします。はい、お手元に、DX 推進指針というようなことで、お渡しをさせていただいていると思いますが、まあ、今国の方でもですね進めようとしておるスマートの文脈であります。まあ、これで国が言わずとも市としてさまざまな手続きが簡単便利にスマートにというようなことは進めてきたわけでありますが、主にしっかりと原則を掲げてですね、王道を歩んで、一つ一つやっていこうというような趣旨で、こうした推進指針を作りました。主に、市民の皆様に対しては、6ページにございますが、この DX5 原則ということですね、このプレスにも書いてますけれども、利用者目線で進めること、それから業務改革前提で進めるということ、それからスモールスタートからの横展開でスピード感を持って進めるということ、それから町内組織の縦割りを廃し、活面を取って進めるということ、でそして、市民や地域と共同して進めるということであります。町内に対する呼びかけ的要素も強いわけでありますが、具体的に DX の推進というような進捗というようなことで、4番の方を見ていただいてですね、ちょっと今別の文脈で今 LINE がありますけれども、一方で粗大ごみの受付というようなことはこの去年の8月からスタートいたしております。それからパブリックコメントも今一時停止中ですが去年からやっております。それから西宮スマート手続きナビということで、どう引っ越しした時にどれだけの手続きがいるのかというようなことはもうすでにやっております。 AI 総合案内、それからギガスクールですが自動生徒用のタブレット配信、それからそれに即した校内ネットワークの高速化、から遠隔窓口相談システム、これは北部の使用性山口支所からですね、わざわざ本庁まで来ていただかなくても手続きができるような、そういう遠隔のシステムというのを導入をして、今徐々にそれをさまざまな手続きで使っていこうとしております。それからまずは運動施設の方でですね、ペイペイのキャッシュレス利用というようなことを進めています。一つ一つこうもうそれなりの各所管が前に進めてきているところですけども、これ全体がですね、利用者目線で、それから業務改善につながり、そして縦割りを廃して横展開でですねやっていくというようなことの一つの表れであります。今後はですね、電子申請システムを導入していく、それから紙でないですね窓口で、直接タブレットに書いて、さまざまな手続きをするとかですね、あと保育所の入所の選考、手作業でやっているものを AI システムで導入するというのもこれやってまいります。このような書かせていただいていることを進めながら、ICT の力を活用しながらですね、西宮市全体を、市民目線で、便利に、そして、仕事全体の効率化も図っていこうと、これが全体の指針でございます。本来は年末までに作ろうかと、昨年末までに作ろうかと思っておったんですけれども、国のもさまざまな指針を作ると、秋に言ったものですから、ちょっとその内容も見ながら、そしてその年度末に仕上げて、今ここで、まとめたというようなことでございます。私からは以上です。この件につきましてご質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。では、続きまして項目4番目の、ギガスクールスタートパッケージの策定および投票についてでございます。よろしくお願いします。はい、こちらのギガスクールスタートパッケージというのはですね、1人1台の ICT 端末のこの配布というのが、本
市においても昨年度末、令和2年度末までに3月までに、まあ、全て、変えたわけでありますけれども、まあ、タブレットを配ったらしまいというわけでは当然ありませんので、その中で、何をしていくかというようなことを、まあ、教職員それから保護者、そうしたことに明示を市民に明示をしていこうと、その指針として作ったものであります。パブリックコメントを経た後にですね、出来上がったというようなことでありますので、まあ、こちらに皆さん方にお示しをさせていただいているということでございます。まあ、中にはですね、一人一台タブレットの具体的な活用事例、コロナ禍で活動が制限されている中ですね、例えばリコーダーの見本を動画で配信してですね、家で練習した様子を、まあ、それぞれ動画で撮影してもらって、それを課題に出してですね、まあ、そうした中で、お互いこう服と飛沫も出るものですから、そうしたようなこうコロナ禍における活用の仕方なども、まあ、出ている。それから、まあ、これまで以上にオンラインの交流ということですね。今までであればこうアメリカのスポーケンに中学生を送ったりしておったんですけど、それがまあ正直できないという中であります。まあ、一方でタブレットを使ってですね、中国の小学校と国際交流した事例であるとかですね、まあ、そんなようなことも事例として盛り込んでいるところです。どうしてもこういう ICT のものはですね、特定の一部の先生のがいるからうまくいったとか、そういうふうになりがちじゃいかんと。なので、まあ、大きな指針を市ないし教育委員会で示して、でその上で、まあ、いい事例を横展開、学校間の中でですね、横展開をしていく、そういう指針になればと思って、ここに書かせていただいたところであります。私からは以上です。ではこの件につきましてご質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。では、項目の一番目に戻りまして、新型コロナウイルス感染症対応についてというところに入ってまいりたいと思います。では、まずは市長からのメッセージということでお願いします。今日はですね、私からのメッセージということで市民の皆さんに、示させていただきたいのは、もう端的に表すとこういうことですね。まあ、今こそ命を守る行動を、自分は大丈夫か落とし穴というような、まあ、こういうことで呼びかけをさせていただくということでもあります。今ですね、西宮市の感染の爆発、今日も36件ということで、もうある意味もう感染爆発と言っていい状況になろうと思います。医療崩壊寸前の状況ということで、まあ、ちょっと一応、まあ、ツイッター作ってますね、これですね。医療崩壊寸前の状況と言ってますけど、何をもって崩壊というか、さておいてですけれども、まあ、入院調整、それからまあ入院していただけない方、まあ、もう出ておりますし、一方で、保健所の、調査も正直これだけ毎日毎日出ますとですね、今まで通りの調査は当然残念ながらできていないということであります。そういう意味では医療並びに体制というのはですね、もう本当にもうギリギリ、考え方によっては、まあ、崩壊の、まあ、入り口というような、そういうようなことでもあります。まあ、そして、まあ、今日はですね、一つ一番お話ししたいのは、感染された方々の経験談ということでですね、まあ、最近の事例、これですね、今日一番大事なのがですね、大学のサークルでのバーベキューをしていたとかですね、高齢者がバス旅行でをして、バスに乗っていた時というよりかはバス旅行の後といいますか、最中といいますか、そのまあ先で飲食をしていたということがあったと。まあ、そのどの瞬間かということは、それはそこまでは分かりませんけれども、一つの状況的なヒアリングとしてですね、バス旅行をされていた方がなっているとかですね、お花見デモというふうに書きましたけれども、まあ、お花見に何人か行かれてですね、その人たち同士が後でなっとったというようなことが分かる。
そんなようなことが保健所から報告を受けています。3密を回避したら大丈夫ということではなくですね、3つの密に気をつけるということで、アウトドアであってもやはりこの飛沫の感染によって、うつるというようなことが大変、これは状況的に確認をされているということでありますので、その人たちが大体言っているのが、自分は大丈夫と、自分は大丈夫だと思っていた、自分は大丈夫だと思っていたからということなのかもしれませんけど、こういう感想といいますかですね、こういう声を大変、多く聞くということであります。ただここはですね、皆さんに申し上げたいのはですね、自分は大丈夫というふうに思わないでいただきたいということであります。そして先ほど あのバーベキュー、それからお花見、3密が回避されてきたら大丈夫ということではなくですね、3密はリスクが高い、だけど2密、1密でもですね、なってしまうときはなってしまうわけでありまして、自分は大丈夫というふうに、思っていただかないでほしいというのが一番であります。そして次にですね、大丈夫やるので、命を守る行動指針ということで、いくつか示させていただきます。ちょっと多いんですけれども、書いてますので紹介をいたします。一つはマスクの着用の徹底ですね。マスクの着用を徹底してください。基本ですけれども徹底をお願いします。次は普段一緒にいない人との接触を避ける。これはどういうことかというと、家庭内感染ももちろんあるんですが、一方でですね、家庭の中に持ち込むという時にはどこかからもらって持ち込むわけでありますから、そういう意味では会食をしたらですね、つまり普段一緒にいない人と会うのが、話するのがある意味会食の目的ですよね。そういう意味では普段一緒に家族でない人と接触をするというのは、もうここはもう今避けていただきたいということであります。でそれから入念な手洗い、部屋の換気、これもまたこの基本的なことでありますが、特に手洗いですね、こちらの方もう1年前ということは一緒でありますが、入念な手洗い、部屋の換気というのをこれまた徹底をお願いしたいということです。それからこれ同様ですけれども、3密、人混みを避けるということです。3つの条件が揃ってなかったらいいんでなくてですね、3つの条件のうち1つでもあったらですね、これはリスクがあるということであります。狭い空間に人が集まるイベント、歓送迎会は行わないということで、これは飲み会と一緒ですね。今本当にこの感染増加の中で、これに心がけていただきたい。孤食、黙食に努めるということで、孤食、黙食、こういうようなことを心がけていただいて、外で食べるときもですね、食べるときは黙々と食べる、そういうようなことでお願いをしたいと思います。そして次に、体調管理に努め、違和感を感じたら早めにかかりつけ医へということであります。かかりつけ医、とにかくお医者さんにということであります。やっぱり免疫力がですね、それなりに維持をされているということが大切ですので、とにかく健康を維持するということであります。それから感染対策を行っていない飲食店、カラオケ店等に行かないということであります。もう本当は今行っていただきたくないんでありますけれども、もし行くという際にですね、孤食で行くという際にもですね、それが飲食店、感染対策を行っているお店に行っていただきたいというような、こういうようなことでございます。最初に申しましたようにですね、もうこの自分は大丈夫というのが一番注意をしてもらえている、自分は大丈夫だと思っていたというのですね、これをとにかく市民に訴えて、いかなきゃいかんだと思っております。特にですね、今、他の自治体からの発表にもあるように、本市においても第3波より第4波の方がですね、若い年齢層の感染というのが、増えております。そういう中で、
まあ、この新しいこの第4波というのはかなり変異株というのに置き換わっているというふうなことも言われておりますので、感染力が強いなというのはもう感覚として保健所からそういう報告を受けているところでもあります。なので今までこの9ヶ月間10ヶ月間大丈夫だった、だから引き続き大丈夫というのではなくて、もう違う波が来ているというようなふうに認識をしてもらいたいと思います。それからですね、次に今度ワクチンのことについてお話をいたしますが、まあ、本日先ほど西宮市役所にもですね、ワクチンが一箱ですかね、一箱ね届いたということであります。で、一箱でありますから975回分しかありませんので、これは一般の高齢者でなくですね、まず高齢者施設での接種ということで、来週月曜日から、まあ、高齢者施設で順次、まあ、手を挙げていただいたところでですね、いやごめんなさい、調整がついたところで、2箱分今月参りますので、つまり975人分参りますので、それについては来週早速高齢者施設で接種をいたします。それから5月にワクチンそのものが相当数、来るということが見込まれておりますので、65歳以上の方ですね、令和3年4月2日に、本市の住民基本台帳に登録されている方で、昭和32年4月1日以前に生まれた人12万2000人に4月21日に接種券は発送をいたします。そして接種券を発送いたしますが、接種会場および予約方法につきましては、まあ、市政ニュース5月10日号で、お知らせをいたします。また市のホームページや、また皆さん方に対してはですね、その5月10日の市政ニュースの前の段階で確定したものをさまざまな形で、お知らせをしてまいりたいと思います。まあ、具体的な接種はそういう意味では5月の、まあ、後半半ば以降ということになろうと思いますが、それについてはまた確定し次第お知らせをするというようなことでございます。ワクチンについてはこういうところでありますが、まあ、先般も県の会議もありましたけれども、まあ、なんせ国から各都道府県にどれだけ来るというのが大きな枠組みが示されているだけでですね、まあ、この概算地でしか西宮市に来るのがちょっと見え切っていないのもありましてですね、そのあたりしっかりしていただかないとですね、まあ、計画もなかなか立ちようもないところですが、ただいずれにせよ5月今示されているもので5月以降しっかりと打っていくというようなふうに考えています。それとあともう一つですね、コロナ関係ですけども、これは口頭で申し上げますが、さっきの3月議会でですね、まあ、補正、追加補正をさせていただいたもので、事業者向けの一時支援金という、こういう予算を通していただきましたけれども、これは1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短要請や、不要不急の外出自粛の、まあ、こうした影響を受けてですね、売上が減少した市内の中小地、小規模事業者に市が独自に支援金を給付するという、こういうものがございました。法人個人を問わずに条件に当てはまれば一律10万円の給付をするということです。まあ、飲食店はですね、国制度等々が当てはまる方が多いと思うんですけど、それに当てはまらない事業者ですね、それで大変影響を被られてご苦労されている方々に市独自で10万円を給付する事業ということであります。でこれはですね、今この事務作業は委託をしようと考えておりますけれども、これの申請の受付は5月の上旬から中旬にかけて行いますので、市のホームページ、これも5月10日号でですね、市民の皆さんに対象となる事業者はこういう人ですよ、こういうプロセスで、申し込んでくださいねというのをまたお知らせしようと思っております。そちらの方もお知らせさせていただきます。私からは、まあ、ワクチンのことと合わせてですね、今日一番申し上げたいのは、今こそ命を守る行動を
自分は大丈夫か、落とし穴ということで、まず私から現状の認識と市民に対するお願い、呼びかけ、それからワクチンについての報告させていただきます。はい、私から以上です。では、ご質問どうぞ。現在のこの予定を見たことがありまして、545人ぐらいが接種するということなんですけれども、というのは、1回1箱行けるのが5回分ということで、まあ、その400以上が余るわけですが、この調整がなかなか難しい理由というのは何なんでしょうか。県防止局の町田です。まあ、基本的に施設で接種する場合につきましては、まあ、入所の方々の同意を得ること、まあ、それは、まあ、当然ご本人でなくご家族に委ねる場合もございます。あともう一番大きい点は医師の確保ということで、施設の連携との調整というのも大きなポイントとなっています。まあ、現時点で、ご質問ありましたが、今3施設500人程度ということでございますが、まあ、順次条件が整い次第ですね、新たな施設に接種していくようなスケジュールで動いているところです。以上です。その施設の連携医殿っていうのは、その施設の連携医が必ず接種しなきゃいけないとか、そういうわけじゃなくて、その、予診できない人っていうことですか。まあ、基本的にはその施設の連携医が接種していただいた方が、まあ、一番その高齢者の方を、まあ、普段から経過か観察等をしていただいておりますので、それが一番ベストかなというふうに思っております。まあ、そういったことから、まあ、いわゆる連携というか、まあ、食卓、今施設によって様々な呼び方されてますけども、いわゆるその施設に関わりの深い、まあ、医師が接種することが一番好ましいということを考えています。以上です。これさっき500人程度分っていうことだったんですけど、これ1回目がまあ975なんで、これ2回接種するために半分でやってるっていうことではないんですか。基本的にそういうのは考えもございますが、まあ、5月からも当然ワクチンが供給されます。まあ、基本的には3週間空けて2回目の接種になりますので、まあ、その間にまた新たなワクチンも入ってきますので、まあ、基本的には先ほど申し上げましたように条件が整っていくところから、まあ、高齢者の接種が始まっておりますので、順次やっていきたいというふうに思います。ただやはり何があるか分かりませんので、一定の確保は少し取っとかないと、まあ、2回目に影響が出ないような形での、まあ、スケジュールも組んでいかなければいけないなと思います。ただ先ほど市長が申し上げましたように、なかなか全体のワクチンの供給スケジュールが見えてこないというのが、やはり担当としては非常にスケジュールを確定させるのは不安な要素でございます。はい、以上でございます。政治通信馬場と申します。変異株の話がありましたけれども、まあ、中米市の場合はその市内の変異株に関する調査は、県の衛生局の方でやっているかと思うんですが、まあ、保健所の、まあ、把握している状況とかで、まあ、かなりやはり市内でも広がっているという認識でいらっしゃいますでしょうか。保健所コロナ対策室の菅原です。変異株につきましては西宮市保健所では判定できませんので、一定以上の数値の変異株の検査に対応する検体は県の衛生局の検査券の方に提出して、そこからさらにまた国の方に送って株を確定させるというようなスキルで検査はしています。ただまあその検査結果につきましては、変異株の発生というのは県単位で発表することになってまして、まあ神戸市さんは政令市なので単独で発表されているんですけども、まあ我々が市として変異株が何人出ましたというような発表は市内というふうになってますので、市内でも確かに発生はしておりますが、何件とかいったところはちょっとお伝えできない。ただまあ実感として大部分が変異株にまあ変わっているのではないかというようなことは、周辺市も含めて皆さんおっしゃってますので、まあ、変異株の扱い自体は国の通知によって従来株と同じ扱いで、まあ、患者の2回の陰性確認を退院するというルールも従来株と同じ扱いに変更されていますので、まあ、全ての患者が変異株であるというような想定で対応するということになっています。
関連する質問で、医療提供体制の逼迫もかなりしていると思うんですが、まあ、時間陰性確認の基準が緩和されて、まあ、少しは、まあ、いいとは思うんですけど、やっぱりかなり非常にギリギリの、まあ、市長のお母さんもありますけど、まあ、現状と、まあ、医療提供体制はギリギリということで、もうほぼ、まあ、法改正という言葉を使うかどうかという話はあると思うんですけども、我々が保健所で入院調整、宿泊、療養調整をする中で、もうすぐに入れる方がほとんどおられませんと、まあ、域内の特に重症患者を受け入れる病床は常に満床の状態で、重症患者のところからどんどん詰まっていきますので、で中等症、軽症の方もなかなか条件によっては入れない状態というのがあります。で、まあ、兵庫県の方もそれを踏まえまして自宅療養を公式にスタートさせるというような方針転換されましたので、西宮市としましても自宅療養の方が今後一定期間については増え続けるという想定で、往診ですとか訪問看護ですとか食料支援の仕組みというのを今運用に向けて準備しているところです。今自宅療養の話が出てたんですけども、食料支援の申し込み、まあ、随時始めますということだったんですけど、今現在例えばどれぐらい来てるのかっていうのが分かれば教えてほしいのと、あともう一つ、ワクチンの方に戻って、接種会場とかが市政ニュース5月10日号ってなってるんですけど、これは10日に、皆さんのお家に届くものということでいいのか、それとも10日号だと例えば何ですか、1週間後に届くものなのか、いつその市民に知れ渡るような形で準備されているのか教えてください。まず5月10日号というのは5月のまあ10日に届く、9日、10日、11日ぐらいかな、うん、に大体最近少し前に5月の8、9、10、11ぐらいに届きます。わ、はい、かりました。まあ、たださっき申し上げたように、その前に原稿なり情報なりはもう煮詰まってますので、分かり次第別の媒体も通じてお知らせをするということです。でそこで予約などは、概ね全ての市民の皆さんに届いたと思われる段階の後以降でなるのかというふうに考えております。はい、それから自宅セットは、はい、実はですね、また先日の中旬からスタートするという形でお伝えしたんですが、まあ、物の用意はですね、来週の月曜日になりまして、火曜日以降に発送する分を、まあ、いつからその患者さんとのやり取りの中でご案内するかというのを今ちょっと検討しているところで、ポツポツは報道を見られてくださいと紹介がおられるので、そういった方にも対応しているんですけども、自宅療養で、自宅療養自体をご本人に、まあ、確認して、じゃあ、あなた自宅療養でお願いしますという運用も、本当に、今日からスタートしたような状況なので、まだちょっと食料支援の件数というのは、今のところは確認しないのも、まあ、ゼロというか、何人か問い合わせをいただいているような状況です。分かりました。ありがとうございます。個別に問い合わせをいただいた方にはコツコツ渡していると、まだ物がないので渡していない、ね、なのでちょっとその物が発送できる状態になった時に、例えば2日目ぐらいで自宅療養を選択している方がおられたら希望を取るとか、そういった形の運用をちょっと今検討しているところです。運用では始めたというのは来週から始めた、そうですね、スタート20日の発送が第1弾、19日に物が搬入されて、20日と19日に集計したものを20日に発送するというのが1回目という予定になっています。流れとしては例えば、まあ、陽性が出た方がいて、はい、まあ、もう自宅療養ですねって決まったら、保健所の方からこういう支援があるんですけど、利用しますかって聞くっていう、その聞くのはもう始まってるんですか。まだ始まっています。それも来週から、はい、そうです。で、また状況によって、例えば近隣の方とか、ご家族の方に食料の、まあ、供給を受けられる方とか、ご自宅に十分食料がありませんという方にはお渡ししないので、あくまで状況を確認した上で、どうされますかというのを、その段階的に聞くというふうに。あとすみません、さっき入院調整がもう難しくなって、はい、すぐに、すぐ入れる方ってほぼいないとかだったんですけど、はい、
重症でもそうだったんですよ。重症の場合はやっぱり、いや、重症もそうです。重症でも入れないっていう、重症患者の方をもう緊急避難的に中等症を受けている病院に入っていただいたりとか、そういった、例えば、ね、この辺でしたら、尼崎総合医療センターがありますけれども、ICU はもう常に安心で、ICU に入れなければならない患者さんをその他の病室で入院したりとか、そういった状況になっています。重症なのに在宅という人は多いんですか？それはないです、ね。中等症ではいい。中等症で、まあまあ、中等症で10日間自宅待機させるというのはありえないんですけど、ちょっとすぐ入れないというのはありますね。そういう方には、医師による往診とか、訪問看護による健康観察というのが必ず必要になります。ただもう、とにかく全体の絶対量がすごいということと、それからまあ中央病院などと話をしたりしていると、もうその中で、平時の医療を縮小か、場合によったらやめざるを得ないというようなことも視野になっているということなもんですから、まあ本当に大変な状況にあるであろうと思います。だから今の中でもちろん重症の方であれば当然、しっかり手当てはしなきゃいかんだろうというのは当然なんでしょうけども、物理的に、パンパンな時にですね、もうまさに今それを迎えつつあるという、そういう危機的状況だという、そういうふうに思っております。ワクチンの話ちょっと思うんですけど、この2週間以上、3円って言ったらいいのですけど、3節上がってますけど、このざっくりしか出ないかもしれないけど、対象となるべき人のうち何割ぐらいが実際にじゃあ接種しますって、例えば断った人とかもいたと思う。それはちょっと今正確につかめてないんで申し訳ないんですけども、断られた方もおられるというふうに伺っております。これだから高齢者とその従事者も打つわけですよね。そうです。だからそこに入っている高齢者施設だけど、高齢者本当だったらもう終わっていて、痛かったはずの、働いている人も合わせて打つという、そういう感じです。基本的に施設内クラスターを防ぐために入所者と従事者を合わせて接種しないと、一つの施設の中でいわゆる感染防止に効果がないということで、大体入所者と従事者は量的には大体1対1ぐらいの感じになっております。基本的に入所者も従事者も市外の人も含まれるということですか？はい、そうです。接種券を配布しまして、接種券というのは、いわゆるシールというのが2つありまして、1つ目を打ったらその予診票につけて、私たちシールの方で回収します。それを、いわゆる管理システムの中に入れまして、この方は1回目ということで、当然園でも、個人で接種する場合は個人でも当然そういったことはチェックはするんですけれども、自然体でもそういうふうなワクチンで接種の管理というのは、いわゆる管理台帳をもとに、作成して管理が行えるということになります。65歳、この施設とかだと、まだこのレベルの人数ですけど、全部やってる市民の方に対して、接種券は基本的に国の主要でございますから、国のいわゆる物質というワクチンシステムの中にそういったものをいわゆる登録管理することになりますので、基本的には全国共通ですから問題ないかというのを。ご質問はございませんでしょうか。はい、ワクチンの件で確認なんです。今日1箱届いた。今日1箱届いた。はい。接種はその高齢者施設を優先して打っていく。いやいや、まず結果としてそうなんですけども、4月に届くのが2箱だけなんです。それで975、要するに。
1900回ちょっと分ですから、それを、まあ、どこかの市でそういうことをやってたように思いますけど、それを予約にしたらですね、そら西宮市は高齢者で12万人おりますから大変なことになると、まあ、そういう中で今回のまず4月分のまず来た箱、それから再来週ですか、はい、もう1箱来る分についてはこういうふうに高齢者施設というふうにしたということです。ですから今後さっき申し上げた全体で、今後ですね予約をして打っていただく分は、それは個別医療機関が主体的にやってもらうようになりますけれども、まずその最初に届くのがこういう少ないロットだったためにですね、混乱を避け有効に使うためにこういうふうに仕切ったということです。で、今先生がちょっとおっしゃってましたけど、クーポン券で具体的にどういったものなんでしょうか。どういったものどういうまた後で見お見せしてあげたらいい。すいません、おそらくですけども、もうホームページの方では、来週の頭にもアップする形になると思います。いわゆる接種券と、同封する、予診票とかそういったものを合わせまして、ちょっとホームページの方で、掲載する予定になってございます。基本的にはお名前が書いてあったりとか、で1回目、2回目という、ちょっとなかなか言葉で説明しにくいんですけども、シールみたいなのがついてて、で予診票に貼っていくような感じになるんで、実際実物を見ていただければいいんですけども、はい、それが届いた、それを元になんかこう予約するみたいな話になる。まず届いて、はい、5月の10日の、はい、いいんじゃない、サンプル5月の10日の市政ニュースなりの情報を見てもらって、でそして、大きく2つですよね。1つは集団接種会場にコールセンターで電話をしてもらう、もう1つはかかりつけ医などで、接種をここにお願いをする、この2つです。ネットのなんかシステムは導入しないんですか。いや、します。集団接種の方は、はい、ちなみにさっき言った2質問ですけど、4月21日に接種券発送しますよね。これ21日に市が送りますよってことなんか、21日にもその市民の手元に届くってこと。21日に送りますので、送るってことですね、はい、その以降に届くってこと、はい、最短で翌日ですかね、なんとか予定しないでしたら。その他ご質問はございませんでしょうか。すみません、先ほど市政ニュースの配送日についてやり取りあったんですけども、はいはい、正確な情報を確認してまいりました、はい、5月10日後の市政ニュースは9日と10日で2日間で配布されます市政ニュースは発行日とその前日の2日間で配布されます。はい、では、ご質問がなければですね、最後にその他でというところに、レジュメ挙げさせていただいているんですが、いよいよ4月19日より、第2庁舎での業務が順次開始されるということになっております。4月7日に、記者様向けの内覧会を実施させていただきましたが、本日も資料配布させていただいておりますので、改めて市長から、第2庁舎の特徴や機能等について、お願いいたします。はい、今申し上げた通りでございますが、ここ特にですね、各所に点在している、機能がここに集約をされていくということにもなります。一部消防の方はハローワークにお貸しをするとかですね、あとは一部は空いた後は転用売却などを含めて行政改革にも資する形で進めていきたいと思っております。こういう中で、ちょっと引っ越し作業などどうするかまた議論をしたんですけども、ここはもう移れるときに移ってしまった方がいいということで、予定通り進めていこうと考えております。これに関しては私から以上です。何かご質問があれば。暫定版のままです。すみません、はい。
いうことです。はい、分かりました。すみません。暫定版のままでございます。前のと多分一緒ってことですね。もし、今日担当課長の認定が調整できず、ちょっと同席できてないんですけれども、ご質問等ございましたら、庁舎管理官の方までご連絡いただけましたら、お答えさせていただきます。よろしくお願いします。先ほど送付されるものをホームページでアップしますということだったんですけども、アップしておりますので、すみません、申し訳ありません。それから最後に、今年4月、今日は4月15日に就任をいたしまして、それで今、昨日で丸4年目に入ったところでもあります。まあ、あと1年というところでございますが、それに向けて、平時であればですね、こういう施策、ああいう施策ということで、まあ、心に思っているところもございます。そして4年間でやりきらないといけないというところもありますが、今まずとにかくこのコロナの収束というのがですね、しっかりと、やっていかなきゃいけないというふうに思っておりますので、まあ、そこに町内挙げて、全力を挙げるというような気持ちで、おります。しっかり1年務めて、西宮を前に進めてまいりたいと思いますので、また本年もよろしくお願いいたします。以上をもちまして本日の内容は、すべて終了いたしました。お忙しい中お集まりいただきました。そうですね、失礼しました。ご質問があれば。表明しはる方もいらっしゃいますけど、そんな人いないでしょ。いや、昔終了いたしました。本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございました。